現在登板中2試合連続無失点、7試合連続被安打0と圧倒的セットアッパーとして活躍してる島内選手、なぜかそこまで話題にならないんだよね。当たり前のようにおっしゃってくれるのが逆に存在感を消しているのかもしれんな。最後の失点は6月24日巨人戦、7月は防御率 0.00 と抜群の安定感だったよ。今回はそんな島内選手に対してファンの反応を見ていくよ。昨日も巻き佐野、当たっている太田を無安打ピッチング、昨日のヒーローにしてあげても良いくらいの活躍だったよね。島内がいてくれるから中継ぎの安定感が半端ない。ずっと登板してさらっと無失点、誰も気がつかないほどの活躍、もっともっと騒がれても良いと思うんだけど、それも島内の良さなのかな。島内が安定してるからこそ栗林を流動的に使えてるんだよね。今は矢崎につなぐ役目だけど、正直クローザー任せても良い気がする。今までは死球から崩れていくイメージだったけど、何か掴んだのか安定感が増したよね。牧に3ゴールであれって思ったけど、結局抑えてしまってるし、すごく頼りになるね。まさに仕事に、役目的にヒーローになりにくいけど、見てる人はしっかり評価してる。中継ぎの柱は島内だよ。ここまで打たれないともう話題にもならないみたいだね。嬉しい悩みじゃな。一体どこまで無失点を続けるのかも注目していきたいな。ということで、宝石のような島内選手に対するファンの反応まとめでした。カープのお話はどうだった？他にもたくさん面白い話をしてるから、最新の動画や再生リストもチェックしてみてね。